ね、朝8時お台場ストライダーカップですね。2歳児の受付です。すごいみんなかっこいいギアをつけてます。ヘルメットとかストライダーカップ走れるかもよ。すごいストライダーカップ。ああやってどうやってやんのかな、なんかバーンってなんのかね。あとこういうスキュアとかすごいな、ずっと回ってんじゃんこれ。ランニングバイクなんでかかとが当たらないようにこう水のを作るんですよ。すごいですね。作るんですよ。うわーすごいすごいなこれ。こういうのになるとほらこれだと26000。でもこれすごいかっこいい。今日はですね、これからまた10日間香港です。トニーセイムです。トニーセイム。トニーセイムは、フォーラインズっていう、まあ、ブランドがありまして、まあ、すごいかけ心地の良いと言われてる日本人向けのメガネなんですけど、そこの、三亀さん、フォーラインズを作った方が、フォーラインズを手放して新たに作ったメガネで、かけ心地はとってもいいんです。フォーラインズと引けを取らないぐらい。でも値段は実は安い、2万円台が新品の定価だったりします。で、生地の使い方とかもすごいいいんですけどね。ただですね、セレクトショップではなくて日本だとちょっと量販店のようなところに置いてあるんで、ちょっとですねブランドのイメージというか力が日本ではないですね。とってもいいメガネなんですけど。